いつ始めるんだ。え、待ってるんだよ。座ってきて、ここに座って。いいよ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 。おいおい。すいません。お待たせいたしました。だってさ、はいはいはい、始まる雰囲気なかったじゃん。というわけで、今日はですね、せーの、さあ、始まりました、少量チャンネル、翔太です。了解、少量です。はい。今日は何するか知ってる？知りません。ほんと？だって、うん、教えてくれないじゃないの。そうなんだよ。ちょっと待っといて。うん。今日はですね、何かな？何かな？何なのかな？目つぶっといて、じゃあ。いいよ、はい。目あ、あえ大丈夫大丈夫目開けてください。いい開けるよ。いいよ。これはレバーじゃないか。レバーじゃん。かける3、たぶん 450g。 今日やりたいのはあれでしょ、翔ちゃんがレバー大食いするんでしょ、うん、違う今日したいのは年下彼氏がまずい料理を作ったとしても全部食べるんじゃないかどうだっていうやつ。え、無理です。食べて、あの、まずいってまずいやつは作らないんだけど、あの、説明すると、うん、要はレバーが大嫌いなんですよ。で、僕はまあ好きな方なんだけど、うん、なので今日はですね、いつも普段、うん、カメラの前では優しいりょうさんはちゃんと食べてくれるんじゃないかなっていうやつを俺はしたいなと思ってます。え、無理です。いや、本当に、するよ、本当に。いや、無理よ。食べれないよ。いつから食べてない？え？レバー。いや、レバー自体は、うん、多分、去年とかに、うん、多分一口とか食べてるわけ。そうだよね。その、レバーの中でも何を食べたかっていうと、そう。多分、レバー刺し的なやつ。うん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 、あ、去年じゃないか、もうだいぶ前か。うん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 。なんかさ、まずさ、レバーの何が嫌いなの？わかんない。もうちっちゃい時から嫌い。味とか。なんかね、もう小学校の時はもう口に入れた瞬間もう戻すみたいなくらい、なんかもうちょっと拒絶反応が起きてたの。なんだろうね。なんだろう。形？いや、形じゃない。あ、なんか味と、味か。食感と、食感ね。匂いと、全部。全部か。まあ、とりあえず、俺が今日作って、もしかしたら食べれるようになるかもしれない。なんかね、うん。今ほら最近居酒屋とかでさ、あんまレバ刺しとか食べれなくなったけどさ、うん、はい、食べれた時に食べてみないよ、レバ刺しだったら食べれるよみたいな感じで一口食べたら、あ、一切れは、あー、うん、でもいらないっていう感じで食べれたのよ。うんうんうん、うん、じゃあこれは今日は全部だよ。全部だって、あれでも生では食べれないじゃん、これは。もちろんもちろんもちろん、うん、でもその小学校の時とかにさ、うん、もう食べれないってなってたの、はい、それ以来多分火が通ったレバーは一切食べてない、うんうん、マジで。アレルギーではないでしょ。アレルギーではない。本当に嫌いなわけでしょ。本当に嫌い。じゃあ頑張ろう。いや、無理です。いや、無理なのよ。頑張ろうね。なんでこの量？なんで3パックもあんの？1パックでよくない？そうだね。まあ、いいのよ、いいのよ。やるよ。やろ。やりまーす。はい、やだ、やりたくない。酔っ払おう。終了。こんな憂鬱なことはないよ。さて。久々の料理動画です、はい、この間ね、ライブ配信して、うん、案外料理が人気だったので、もう料理動画が見たいと、もう叶います。それはもう、はい、やめよ。やめないのやめてくださいよ。でまずさ、うん、匂いがダメで、うん、なんていうか、そもそもがダメなんだよね。そもそもがダメ。普通、食べるとしたら多分レバーって焼肉とか串焼きでしょ？うん。それはもうレバーじゃん。レバー。レバーはダメなのよ。だからもうレバーが見えない状態がベストだと思うのね。はぁ、なるほどね。はい。でももう知ってっけどね。いや、まあそうなんだけど。何それ。カレーに混ぜよう。細かくして。そうしよう。まあ見た目はさ、うん、紛れるかもしれないよね。そう、うん、で、まあ正直ね、分かんないじゃん、うん、そうね、うん、隠れるし、うん、そうしよう、うん、そうします。はいはい、 OK。
いや、でも、何うるさいな。違うのよ。うるさい。まさかこの量全部、その。いや、でも、3個あるんだけど、うん、でワンちゃん食べれるようになるかもしれないじゃん。ああ、ワンちゃんね。だから、一つはこのままっていうか、普通に焼いて食べます。あ、僕も食べたいんで。ああ、なるほど。どうぞどうぞ。この二つで、レバカレー。行こうと思います。なんかもう動機が、動機と息切れがしてきた。聞き湯飲んで聞くよ。はい、じゃあ、カメラ置こっか、ここに。うん。あんま映さないでよ、今日。まん丸いから顔が。大丈夫よ。かわいい、じゃあ、じゃあ。まん丸いんだよ。かわいい。いつもまん丸いんだよ。よし、じゃあやるか。はい。お願いします。お願いします。どうしようかな。ちょっと待って。とりあえず。ちょっと。何その探り探りな感じ。焼くか。焼かなきゃ始まんない。そうね。そうね。火は通してほしい、ちゃんと。なんだろうな、これ、焼いて、うん、めっちゃ刻んで、うん、カレーに入れる。じゃあ、まあ、俺に聞かない。そうしよう。そうしよう。一個だけいい？一個だけ。ななあのさ、うん、カレーから作ってくれるわけじゃなくて、レトルトなのね。だからレトルトだよ。大変じゃんだって。大変なのよ。年下彼氏が作るものはあって、これレトルト。手間かかる。ひどくない？今日は苦手克服のやつだから、ちゃんとした料理の時はちゃんとした料理だけど、今日はこっちメインだから。もう今のチリン案件だよ。とりあえずじゃあ焼きましょう。さあ、やるか。すごいよー。すごい量のレバーだよ、これ。はい。はい。はい、レバーです。待って入れてもいいよ、ね。待って入れていいと思うよ。そうだよね。レバニラとかあるぐらいだもんね。そうそう。待って入れよう。もう一回そのフライパンを見せてほしい、みんなに。なにこれ。なんだこれ。あ、いい匂いやー。嘘でしょー。これ、なんか味付けとかはするの？え、とりあえず、カレーだからさ、味付けしないでいきましょう。お前にかかってるんだ。確かに。カレーお前にかかってんだよ。ああ、ほんとに。刻むんだよね、きっと。知らねえよ。刻むんだよね。ああ、大胆。この量やばくない？やばいね。これちょっと水を入れましょう。うん。もう入れちゃっていいかな。うん。で、あとはこれを刻もうかな。うん、そうだいい。てかあれだね。もうここもこっからこうやってやっちゃおうかな。こうしよう。熱い。マジ。うん。気をつけてね。大丈夫。うん。めんどくさがらないでね。もったいない。マジ。美味しいのになんかこれ。え？刻むのがもったいないマジ。え？もう翔ちゃん、うん、全部食べていいよ。大丈夫だよ。なんでこんなにご飯の本当にすごい。なんかさ、バレンタインデーのチョコ作りみたいな。こんなの嫌がらせでしかないよ。まあでも、うん、こんぐらいやればいけるでしょう。いけるいける。どっからの自信なのさ。わかんないけど。いけるよ。もう入れちゃおうかな。うんうん。やばいな。やばいって、翔ちゃんが言わないでよ。いける気がしなーい。お米やってるね。お米食べる。お米食べる。食べる。よし、じゃあ、あ、できたね。熱いから気をつけて。はいはいはい。カレーができたので、うん、この中入れちゃいます。おぉ隠せ隠せかぁ隠せ隠そうカレー足りなくない？借りて隠れてもう、いやだ隠れてお願い。いやだ隠れてないよ。よし、じゃあちょっと綺麗にね盛り付けましょうか。うん。
綺麗に盛り付けたらさ、うんうん、あ、こういう高級店のカレーなんだってなるかもしれない。なりません。と、最後に、まあ、パセリとか添えちゃったら、見栄えがいいんじゃない？あ、美味しそう。うまそう。うまそうじゃない？なんか、キーマカレーみたいな感じだね。確かに、はい。いいよね。ひょにょ。焼け酒じゃあ。じゃーん。できました。レバーカレーです。まあまあ、美味しそうじゃない。でも、見た目はうまそう。はい、じゃあまあちょっと、ご飯と一緒に。マジ？うん。ちょっと匂いから言ってみる。うん。まあ、匂いはカレーじゃない？なに、匂いは、うん、カレー。うん。匂いはカレーよ。頑張ろう。もう、食べさせてあげようか。いや、もう無理。ちょっとじゃあ俺が食べてみるかな。あ、そうね。一回ね。いただきます。うん。絶対嘘だろ。いや、美味しいよ。もう、あの、レバー好きにはたまらない。まぁちょっと一回食って。っていうことはさ、っていうことはもろにレバーってことでしょ。まぁ一回食ってみなよ。こんぐらい？いや、だってさ、もう、うん、行くよ。行きましょう。うわぁ、マジか。行こうか。本当に早くやるから、ちょっと引かないで。ちょっと、ね、ちょっと、ちょっと勇気をちょうだい。うん、うん、いいよ。はぁ。早くしてよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、精神統一させる。うん、OK。はい、行きましょう。はい、ちょっと、あの、いや、多分、うん、いいよ、それ、うん、うん、そう、うん。で、もし、もう、もう、ちょっと、飢えてないそうだったら、俺、もちん。いや、だって、もったいないじゃん、今。もったいないじゃん。こんぐらいでいい？なんか、ちょっと、ひき肉とか牛肉みたいな感じで思う。はい、はい、はい。はい、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 ここにいて、はい。どういうこと？どういう今？何が起きてんの今？え、もう一回行こうか。うん。もっといける？うん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 。まあ、同じぐらいにしよう。うんうん。今回ね。うん。ほい。大丈夫？はい。ほい。ご飯。え？え？何？成功しちゃったから。食べれます。お、ええー、マジで？じゃあ全部いる？全部はいらない。どんぐらい？あ、うん。まあ、何がダメなの？後から、あ、いやでも、うん、食べれるな。ほう、思ってたほどよりもってこと？あ、全然だった。じゃあ今日の晩ご飯。いや、すみません。ひょにょ。いけたんか。うん。はいはい。全然美味しかった。美味しい。うん。これが本当のレバーですよ。レバーの焼肉ね。何切れ？いや、一切れでしょ。そんなレバーが大好き子じゃないのよ。はい。あーあ。あーあー。うん。うんうん。